なんか疲れたな。疲れた疲れた。今日はね、朝6時に気仙沼を出て、半日かけて北上まで来ました。今ちょうど12時ぐらいなんだけど、次の列車が1時40分だったと思うんで、1時間40分北上で時間を潰します。北上でどうやって時間潰すんですかね。ああ、雨も降ってるし、紙です。今ビール飲んで酔っ払っちゃった。ちょっとビール飲んで酔っ払っちゃった。これから北上線に乗ります。酔ってるけど。北上市の由来、当初は東北の中心に位置し、北上川を挟んでほぼ円形をなしている。かつて維新前後の当地域は水温の力により、これから北上線の快速で横手まで行きます。
生の人ってもいいんだろう。難しいね。横手駅です。これから秋田に行って、もう秋田で泊まります。疲れました。